君にぴったりのゴジラこれだっていうのを話しようと思います。初代ゴジラです。初代ゴジラの顔はですね、モンスターっぽいんですね。で、なんでかというと、この全身のこのトゲトゲっていうのは実は重厚さでありながらトカゲでもなく、ちょっとキャラクターがゴジラというキャラクターをみんながつかみ出した。お前ちょっとブサイクな割に場所取るから端っこ行ってろ。詰めて詰めて詰めて。ではそんな、見てる皆さんにですねニコ生 YouTube を見てる皆さんにですねぴったりのゴジラ映画ですね、こういう人はですねこんなゴジラ映画をおすすめだよって、まあ俺がおすすめだからですね、全て昭和ゴジラ映画なんですけどですね、ゴジラ映画を紹介したいと思います。ではですね、君にぴったりのゴジラこれだっていうのを話しようと思います。この君にぴったりのゴジラっていうのはね、何かっていうとキングオブモンスター、ゴジラキングオブモンスターっていう最新のハリウッド映画ありますよね。これを見る前の予習としてもいいですし、見た後の復習でもいいです。ちなみに見たキングオブモンスター見た人は俺のあの劇場に行くとアラウンド還暦かアラカンばっかりっていうのは分かると思うんだけども、いやチャート式とかにはなってないよ。見た、あまだね、あまだ見た、見ました、まだまだまだ、あやっぱまだの人が多いな。明日見に行く、あアンケート取ればいいね。いやそれほどのことでもないと思ってです、初日に見たアラカンだよな、やっぱり年寄りばかりちょっとひどかったかな。若かった、見る気はない、あ見てない、あプレミアムの人 もやっぱ見た見てないが同じようなもんだな、中年太りのおっさんばっかりやがましいわじゃあですね、キングオブザモンスター見る前の予習としてどれを 見ればいいのかと、前回話したですね、前回じゃないな、しばらく前に話したアベンジャーズエンドゲームを見るにはですね、まあアベンジャーズエンドゲームを見るのに事前どれ見ればいいんでしょうか。それはもう唯一の正解は全部見るしかないんですよ。22作品全部見なさいなんですけども、まあ絞ってこれだけにしましょうって話したんですけども、ゴジラもですね、本当言えば今回のキングオブモンスターズはですね、ほとんど全てのゴジラ映画から引用というかですね、ここも引用してますよというシーンがバンバン入ってるんでですね、本当はね全部見た方が楽しいんですよ。でもしかし正直それはしんどいですまあまあまあ本当にめちゃくちゃ絞ったらですね、前の作品であるですね2014年版のレジェンダリー映画のゴジラだけで大丈夫なんです。でもまあそのレジェンダリーのゴジラの次のレジェンダリーが作ったキングコング、あのね先週金曜ロードショーでやったキングコングドクロ島の巨神も見た方がいい、見た方がつながってると。でおまけに次回作はキングコング対ゴジラだからですね、まあキングコングも見た方がいい。だから1914年のゴジラと先週の金曜ロードショーでやったですねキングコングをですね見るのが望ましいぐらいです。でもどんな怪獣映画を見るのか、見た方がいいのか、あなたにぴったりの怪獣映画はというふうなことでちょっと考えてみたんですけども、まずね怪獣の顔で選ぶって方式もあるんですよ。例えばこいつが顔で選んで大丈夫です。初代ゴジラです。初代ゴジラの顔はですねモンスターっぽいんですね。でなんでかというと、この全身のこのトゲトゲっていうのは実は水爆実験の時に皮膚がやけどただれたケロイドなんですよね。でこのケロイドの肌の上、もともとはツルツルの多分水生爬虫類だったものだったんですけど、だから顔にあるのもですねこの凸凹も全部皮膚くれなんですね。で耳がついているというですね、この怪獣が、まあ、初代ゴジラです。なかなかいい顔してます。2代目の逆襲のゴジラですね、これゴジラの逆襲のゴジラです、1作目と比べて何が違うのかというと、このポーズで分かる通り、あのね着ぐるみが動きやすくなってきたのでやや姿勢が直立になってですね、で顔のところが皮膚くれ感があんまりなくなってきたんですね。 でもそれでも相変わらずお化けの顔をしています。でこれがですね、その次のですねキングコング対ゴジラになってくると、キングコングとの差を出すために顔がトカゲ型になってます。真正面から見ると逆三角形の体型というのかな、ちょっとロングで写してください。そうですそうです、逆三角形の体型になって、いわゆる三角形で安定する体型になってきて、キングコングの人間型に対してですねはっきりとトカゲっぽい顔になってきます。ちょっとみんな端っこへそれぞれ詰めてくれ、詰めて詰めて詰めて。モスラ対ゴジラのゴジラは、まあ、色もですねちょっとこう緑色っぽくなってきて、眉毛がこう凛々しくなってきます。眉毛が分厚くなって凛々しくなってきますので、この辺からゴジラの顔っていうのがちゃんとできてくるんですね。一作目っていうのは本当に形が取りにくくて、
お化けの顔をして、2作目はまあそれがちょっとずつ、目がそれに比べたら大きくなってきた。で3作目はトカゲの顔で、4作目ではっきりと眼球が大きくなってですね、キャラクターになっていきますですね。その次あたりがもうこれです。目がはっきりと大きくなって、これはあの怪獣大戦争とか送信劇あたりのソフトビニールなんですけども、昭和ゴジラっていうのはこういう感じですね。その第1作のゴジラの手が小さく、第1作第2作の腕が小さいのから、キングコング対ゴジラの一応ね格闘戦を想定した腕の長さで、モスラ対ゴジラのですね重厚さでありながら、トカゲでもなく、ちょっとキャラクターがゴジラというキャラクターをみんながつかみ出した。でこの頃になってくるともう完成してくるわけですね。怪獣大戦争送信劇あたりはですね。でそれに対してですね、ハリウッドがゴジラをどのように解釈したのかっていうと、まあ評判が悪くて俺が案外好きなのがローランド・エメリヒ版のゴジラですね、イグアナのお化けとなってるんですけども、形がですねそのゴジラと思い切り変えてきたわけですね。あ、こういう解釈もあるのかって形になってます。お前ちょっとあのブサイクな割に場所取るから端っこ行ってろ。よしよし、こいつかな。これあの1910年版のレジェンダリーゴジラですね、マッチョ体型になってきました。でマッチョ体型になってきて、あとね表面処理が筋肉の塊になってますね。ややあの獣っぽいんですけど、マッチョで筋肉を強調しているデザインになってます。最新作のゴジラがこれです。これ最新作のゴジラなんですよ。基本的なプロポーションは変わらないんですけども、何が違うのかというと、レジェンダリーのこの前のやつに比べてですね、背びれが発光が、まあ、はっきりしてるということと、あと足のあたり見てください。太ももあたり、その前のゴジラはですね筋肉を強調してるんですけども、今回のゴジラはですね足にこの段差が突き出してるんですね。よりなんか僕はその親父感って呼んでるんですけどもですね、ゴジラのですねこのたるみの親父感が出てきてですね、ちょっとあのヒーローっぽくなってるんですね。このこちら側の筋肉を強調したですねその恐竜っぽいデザインからですね、こちらのですねその全身のこの尻尾も、前のやつは筋肉なんですけども、こちらの方はややキャラクター処理がされてる、キャラクター化してるところが違うと思います。こういうふうにですねゴジラっていうのはその形、顔で選んでも全くいいんですよ。よしお前ら、はいはいはい、出番終わり、ちょっと片付けますね。モスラ対ゴジラ、これね昔ガレージキットの専門店で手に入れたんですけども、結構ねそれぞれのディオラマ付きなんですよ。モスラ対ゴジラだったらこの鉄塔にが付いていて、でキングコング対ゴジラだったらそこからだったら見えにくいと思うんですけども、ちゃんとあのロシアのですねシベリア基地を襲ってるディオラマが付いててですね、初代ゴジラは見えるかな、なんかあの野戦砲と対戦しているですね大昔のポスターになってますね。ゴジラの逆襲はですね氷山の中に閉じ込められるシーンの再現になっているとですね、まあご機嫌なやつですね。じゃあもうお前はもういいから、まあ、お前だけ一応残っとけ。次回はジャンルで選ぶゴジラ映画の動画となります。ぜひお楽しみに。動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いします。